もピオキングです。今日もですね、一発マリオとトロールコースやっていきますか。で、今日の一発マリオ、とんでもないものを見つけてしまいました。この天君っていう方が作られた一発マリオ、なんとクリア率 0.09%。 コース名ワンワン、10コインを全て取ってからゴール。え、10コインとかあんの？ちょっと待ってね、ちょっと出すぎでしょワンワン。え、10コインどこにあんだろう。まず10コイン探していい？なるほど、あの真ん中の杭のところにあるね。あれをどうやって取るんだろう。いきなりワンワンがね、襲ってくるんだよね。ちょっとやば、これ初見殺しっていうか、もうすごいねあ、今ジャンプしたら左上に行ったね。あ、なるほど、ワンワンをまずおびき寄せておこう。ジャンプしておびき、こういけうわ、どうしよう、どっかで、あ、わかった、最初にジャンプしておけば左上の方に行くね。それを狙っていこうか。え、0.9%、 もう早く見つけちゃった感じですか。で、このまんま10コインを取る。いや、これ間に合わんくない？まず上にあるでしょ。そしてすぐ10コインを取っても戻ってくる時にね、当たっちゃうんだよね。じゃあどうすればいいのかいや、それがわかんないんだよね。いや、わかっても絶対これ難しいよね。うわ、どうしよう、うわ、ちょっとこれほんと難しいね。いや、でも絶対クリアするよ。こんな犬ごときに負けてられないね。このね、ワンワン、マリオがどこにいたら行くっていうのが決まってると思うんですよ。それをちょっと探っていこう。まずジャンプするでしょ。ジャンプして、次にね、僕が、考えてるのはね、下にやらなきゃいけないと思うんですよね。この辺、この辺で、ギリギリでジャンプ。うわ、難しい。今度右でやってみよっか。左は無理だね。ちょっと右行ってみるね。もしかしたら右だったらワンワンが、下に行ってくれるかもしれない。それを信じよう。ここで、ジャンプ無理なんかな。ここギリギリに追っておいて、襲ってくるときにジャンプ。あ、いけるいける。ほら、今食いに乗ってればもしかしたらいけたかもしれない。それじゃあ一番最初にこのワンワンを上にやって、さらにね、この一番右下のここに寄っておこう。そしてワンワンが襲ってくる前にジャンプ。そんで10コイン来たじゃない、これ来た。いやった見て見て、タイム更新しましたどうもありがとうございます。はい、それじゃあ次のトロールコースはこのコース、ジェネリックトロールレベル9999。ジェネリックっていうのは日本語に訳すと一般的なっていう意味らしいんですよ。だからこのコース名、一般的なトロール、レベルは9999だと思いますレベル9999ってやばくない？今までかなりのゲームしてきたけど、9999のね、レベル見たことないね。それじゃあ早速やっていきましょう。このブンブンがきっとレベル9999だね。多分ラスボスだよこいつあ、今回なんか難しそうだね。とりあえずファイヤー、あ、取れないか。じゃあここにファイヤーが出るっていう感じでしょ。なんでここでファイヤー出た瞬間ね、右に行くと思うんだよね、ファイヤーが。なんでそのまま追って右に行きます。さあこっちにジャンプしすぎた。上から踏むんじゃないの？で、このフラワーを上から踏んで、ちょっと待って、クリボ邪魔しないで上から踏もっか。あ、上から踏めないね。じゃあここはで、右に行くのは分かる、分かって、あら、上に行けないってことはクリボーに踏ますりゃいいんじゃないの？そういう感じでしょ。で、このクリボーに踏んでもらってファイヤーゲット。なるほど、そういうことか。で、ここで下に降りてっての、ちょっ、右にダッシュしていきます。そしてここは上に行くべきか、下に行きましょう。なんでえ、全然違ったとこに行ったんだけど、ファイヤーベイ。じゃあファイヤーベイダメだね。ここで上でジャンプして、ここに行こう。この場所できっと合ってるよ。なんで違うのねえ、これどうやってやれればいいの？やり直す感じですか？誰も僕をやらせてくれた。あ、合ってんじゃねえかこれで早とちったぜ。じゃあここは叩きます。なんだ、なんでなんもないのえ、わかった、ここキノコを取ったまま来なきゃいけないっていう感じだね。なんでここで一旦当たって上に行くでしょ。そして走ってしゃがんでこのドアに入ればいいっていう感じだったんだね。そして右のここ走っていったら大丈夫。オッケーじゃあここは
叩きましょう。お、出てきましたカロン。これは履いていこうか。履いてこのまま右に進めばいい感じだね。よし、走って走って、大丈夫、これで合ってるよ。それじゃあここできっとあの木が出ると思うんだよね。ここで待っておこう。まだ行っていいのか。この辺だね。今パウブロックがなんか発動したから、ここで潰れて右に行くっていう感じだね。さあ登りましょう。なかなかいいペースで今日進んでるんじゃないですかね。ここで中間ポイントゲットだね。なんかね、途中でブンブンがねちょいちょいいるんですけど、あれなんだろうね。いや、左右、隠しブロック。じゃあここは左に走っていこう。そんでこのキノコ取ります。多分合ってるよ。見て見て、マリオ犯罪者みたいじゃない。犯罪者 P だね。それじゃあここは左に行ったらダメっていうことが分かりました。なんでここで避けておこう。これでいいでしょ。そしてこのメットはかぶろ。こいつは何？メットをかぶって下に行ったらいい。そして左に行くんだけど、下しか入れないよね。一旦このまま右行ってみようか。なんか変わって、やっぱなんもないか。じゃあ走って左行きます。こっちしかないもんね。まあこれで合ってるとは思うんだけど、こっから上に行くと見せかけて、ここでなんか出る。あ、メット持ってこいって書いてるね。ただこのメットを持ってどうやって来るかなんだよな。あ、わかった。この鉄球を出してブロックを壊して、ここで左に行けばいいんだね。これでメットを持った状態でここに来れるっていうわけだね。で、上にやってすぐ右。オッケー。そしてキノコは、キノコがね、なんかあるって書いてるんですけど、ここ違うね。この上のキノコ取ります。はっはっ、よし来た。これで合ってるよ。絶対こっちでいいよ。右は罠だもん多分。何もしない、何もしない。で、このまま右、ナイスバネ。で、ここは右で走っていこうか。多分こっちで合ってると思うんだよな。ほら、バブルが落ちてきたでしょ。きっとこっちで合ってるんだよな。それじゃあここでボム兵を手に入れて右に行けばいい感じでしょ。このボム兵持ってここ。よし、あぶねー。あのどうすんだ、なんだろう、気になるな。ジャンプ。なに、上はどうして行けないもんな。うわ、ここミスった感じ。ドアに入るしかないよな。このドア入ります。正解で合ってくれ。正解ですかこれは。あ、いや、これもやられるしかないな。え、どういうことここ。ヒント、あ、わかった。このヒントの左上になんかあるんだね。あそこにメットを投げれっていう感じかな。だからここで多分かぶっていったらダメなんだよきっと。このメットを持ってって、さっきのあのブロックのところに投げればよかった。そうでしょ。どの辺だったっけ、ここだったっけ。絶対違った。あ、これで合ってるんだ。これで合ってるでしょきっと。そしてこのトゲゾをかぶって、どうしよう、上に行けばいいのかな。なるほど、この状態を作っておけばよかったのね。で、さらにこの状態で進んだら何か変わってるんでしょうか。頼む。で、右に行くでしょ。そしてスーパーマリオになってる状態か。さあ、さっきとちょっと違うんですけど。あ、待って、意味ないやんか。バンに当たったら意味ない。しかもお前もさっきと違うやんか。じゃあここまでは合ってる。こっからバブルに当たらんようにしよう。で、ブラパが降ってきたからね、あのブラパも多分ダメだと思うんですよ。そしてここでフラワーは意味ないよな。なんでこのまんま右行っていいんじゃないの。こういう感じでしょ。そしてここでキノコを持ったまんま上、多分これ合ってる、絶対合ってるよ。さあ来ました、次のステージ。このまま右行きましょう。もう正解値ですかここ。何がください、僕のアイテムを。これ戻ったらなんかワンチャンある感じですかね。戻ってみようか。制作者が考えもつかないようなことしますよ。あー、この四角の枠のとこに追って良さそうだね。そんでバブルが通り過ぎてこっちに来る。さてこれは上に叩きます、このオープンブロックは。嘘でしょ、マジかよ、これ取れる。やっぱダメだね。下から叩いても下から出てこいよ。それじゃあ今度はちゃんと上から叩きます。そしてクッパクラウンを手に入れて右上の方に行こうか。なんかピードアがあるね。
多分ね、P を踏んで行くんだと思うんですよ。なんでここでクッパクラウンを捨てる。そしたら P スイッチを踏んでくれるんじゃないかな。そういう感じでしょ。ほら、うまい呼んでました。さて、これはアイスライ…なにここ、アイスリーって何。アイスリーって氷ブロックでキノコで、普通のブロックでキノコダメみたいな。うわ、全然意味わかんねえ。ちょっとやりながら見てってみようか。多分ここだと思うんだよね。ここでキノコを取っていくなって感じかな。ちょっとそれで行ってみる。もしかしたらそれが正解っていう感じかもしれないしね。じゃあキノコ取らんでいきます。どうなる。ほら、なんか変わってるでしょ。来ました。一発成功だったね。さ、そして次は右下に中でも危ない。うわ右下に追っておけばよかったの。ここに追っておいたら大丈夫。よし、来た。そしてどうなるんだろう。あ、このまま左行けばいいのか。そしてオンフを変えて下に行く感じ。こっからだよね。まあ上に行くしかないか、こっちに行くしかない。そうでしょ。一応頭手に入れてるからね。あ、なんかさっきと違うね。ちょっと頭なくしました。大丈夫ですか。こっから何、あいつは何が出してくるの。うわなんかいいもん出してくると思ったんだけど、玉かよ。そんじゃあここ入ってすぐ右に行けばいい感じだね。ここに寄っておいたら大丈夫。そういう感じでしょ。さあ、ここでブラパを足しましょう。うわ、さっきと違うパターン来そうだな。一応上から叩くね。そしたらクッパクラウン、あ、ここまでは合ってんだね。来た来た来た。で、このまま上に行って、今度はクッパクラウン捨てると思うでしょ。今度は捨てません。一緒に行ったらきっと大丈夫。そういう感じだと思うんですよね。ちょ、下ろさして。あれ、俺俺降りた降りた。で、このまま下に行ったら、ほら、熱い、あ、熱いチビになって、チビになるか。チビになったら終わっちゃうよ。地味になれねえのか。え、これやられないっていう感じじゃないの。ほら、なんもできねえマジかよ。え、嘘、最初からですかこれ。あ、いや、地味になれた、地味になれた。来ました、ここでドアに入ってゴールかな。どうなんでしょう。ホップって何ですかね、ホップってねえ、あ、この土管入れそうじゃない。いや、ワンチャンある。ほら、入れました。そして次は、あっつ、合ってるよきっと。こっちで多分合ってるんだけど、ここでピーヨンがなくなるまで待っておきましょう。そして右に行けるんだけど、こっから入って下に行ってみようか。こっちが正解。あっつ、これは左に走っていこうか。走ってって、うわははは、そっちじゃない、左の方に入りたかったんだって。なんて書いてるのこれは、読めない改造パートって書いてるね。なるほど、こっからちょっと難しいな。どうしよう、一旦腕の見せ所だね。こういう感じ、いやははは、そういう、どっちにしろやられるんじゃないのこれ。あ、待って、ゴールや、やったえ、復活したらここからだったらなんだよ。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。